こんにちは、りんちゃんパパの究極グルメです。今日はですね、自宅で自分で串を刺してこれから焼き鳥やっていこうと思います。焼き鳥ってめちゃくちゃ美味しいんですけど、外食べに行くと若干高かったりするんで、それをですね、今日は超美味しい焼き鳥をこれから自分でね、鶏肉をさばいて串に刺してやっていきたいと思います。それでは調理スタート。まずね、これこういうね、鶏のももなんですけど、こう余分な脂、皮全部ね、これ取っていきます。で、これ絶対に捨てないでください。で、これは何に使うかというと、これは自家製の焼き鳥のタレ作っていきますので、焼き鳥のタレもね、市販のやつやっぱあんまり美味しくないんですよね、市販っていう感じで。で、プロの焼き鳥のタレを真似するのはかなり難しい。なので、まあ、それに近づけるためにこういうね、クズの端っこの方はしっかりね、取っといて、後ほどね、取っといてください、捨てずに。で、まあね、焼き鳥これも一回開いて、まあ、大きさはお好みですけど、やっぱりね、大きく切った方が刺すのは面倒じゃないですよね。ただし、ちっちゃい方が食べやすいは食べやすいですよね。しっかりね、形をなるべく同じように切り揃えて、同じ格好で揃えないと、あの火の通りが変わってきちゃうので。で、今日はこの他に、ももの他につくね、レバー、あとは豚、これも串に刺して焼いていきたいと思います。つくねも自家製で作っていきます。こんな感じですね。はい、そしてネギですね。ネギもね、少し入れていきたいですよね、やっぱり。はい、次は豚肉ですね。豚肉も、まあ、今日はね、普通バラとか使ってもいいんですけど、今日はね、これが安かったんで、たまたまロース肉を使うんですけど、なので油と、油が入ってないところっていうのが極端にちょっと分かれちゃうんで、そこら辺バランスよくね、刺すといいと思うんで、油ばっかりじゃなくて、ももばっ、身ばっかりじゃなくて、バランスに交互に刺してあげるといいかなと。続いてレバー。レバーはですね、このハツ、これもね、ついてるんで、これと一緒にね、ちょっとね、油とかかなりね、多いんで、こういうね、ハツの油とか、余分なところは、ちょっとね、取り除いて、で、こういう中の血もね、ハツとか入ってるところ、ちょっと取ってあげると。で、半分にして刺すとか。で、これも、あのタレで使っちゃうんで、もう全部油とか結構ね、ごった混ぜで取っといてください。レバーもちょっと硬そうなね、筋っぽいところあったら、まあカットして、この串ってこれね、すごいポイントなんですけど、やっぱりね、出てるところってどうしても焦げ付きやすくなるんですよね。で、折れちゃったり、今日の場合はね、あのホットプレートみたいでやるんで、そんな心配もないんですけど、例えば網焼きとかでやる場合は、ここがね、出てる部分が焦げて折れちゃったりするんで、これ初めちょっとね、水でね、湿らすと焦げ付きにくくなるんで、もしそうやって網焼きとかにする方はぜひね、やってみてください。一回こう濡らしちゃう、もう水で。まずね、ネギを一番下に刺していきます。ネギ、もも、ネギ、ももってやるとね、ネギの分量多いし、ちょっとね、あの足んなくなってしまうんで、で、ネギは一番下、はい、こんな感じで1本目出来上がりました。油の部分こうですね、刺したら赤身の部分、油の部分、赤身の部分、赤身の部分、まあね、適当でいいです。ちょっと大ぶりだけど、こういう ごっついのもなかなか美味しいんで、こんな感じ。はい、それではね、レバーの方も刺していきたいと思います。レバーとハツをね、交互に刺していきたいと思います。これがハツ。
鶏のレバーはね、割と癖がなくて美味しいんですよね。あんまりね、レバー好きな方じゃないんですけど。はい、これでレバ串も完成です。はい、そしてつくねですね。今日はね、鶏もも肉のひき肉、胸の方がね断然安いんですけど、ここはやっぱりもも使ってほしいんですよね。めちゃくちゃね、ももの方がジューシーに仕上がるんで、胸ほんと安いんですけどね。ネギここに10センチぐらい入れていきます。10センチぐらいを15センチぐらいかみじん切りにして入れていきます。もも肉、ひき肉、生姜、おろし生姜、これを、まあ、小さじ1ぐらい入れていきます。これお好みで結構です。卵、これは今日は全卵入れちゃいます。片栗も小さじ1、胡椒、塩、2つまみぐらいです。で、結構緩めなんですけど、だからこれは今日は、ね、串に刺さないでそのまま焼いて、卵の黄身でとろーりとタレで焼いていきたいと思います。串に刺す場合はこういうのは一回このようにこうやって丸くこういうのをどんどん茹でて、一回下茹でして刺すと刺しやすくなります。こうやってこうやってプニュッて、こうやってプニュッて、お団子さんです。どう？こうやってですね、プニュッて、面白い。これでやると一回湯がくと。それではこちら全部刺しました。じゃじゃーん。ネギマ、豚、レバー、あとはつくねですね。つくねは刺さないでやりますんで、これをね今から焼いていきたいと思います。これ塩とタレの混合、まずはね豚肉と鶏もも肉1個ずつを塩、うん、うん。何やってんだ、あやは。パパ早くして。うん、今やってるよ。はい、行きます。焼いてきます。これね、塩、こっちで塩焼いていきます。で、こっちでタレ、はい。そしたらね、これをひっくり返していきたいと思います。いい感じでね、本当はね、炭とかでやりたいですけどね、あの網焼きとか。でもこれでも十分美味しいですからね。はい、それでは今日は焼き鳥パーティーです。自宅で刺して焼きました。まずね、青色のやつ、これいっときたいと思います。じゃあまずは塩からね。うまそう。うまっ。やば、これ超絶うまい。うん、コメントがさ、うん、うまっ、うん、しか言ってないんだよね。なんかないかね。うまいんだよ。おいしい。うん、あ、そうだ、言うの忘れてた。うまソング、うまソングっていうのはね、歌が歌っちゃうほどおいしいってことなの。おいしすぎて歌を歌っちゃうって。美味しい。うん、鶏塩ネギ、ネギマ、これめっちゃうまそうでしょ。やばいな、って肉汁すごいもん。いただきます。うん、おいしい。家で食べる焼き鳥とは思えない、めちゃくちゃうまい。レバタレ、なんかレバーもさ、レバーってさメニューに書かれてる、なんか肝って書かれてるとさ、お店に売ったんだけどさ、あれだとなんかすごい高級感出るんで。いただきます。レバー、あー、なんでさ、うまー、鶏レバー、うん、
しい。あんまりね、好きじゃないんだけど、普通の時牛レバーとか、でも鶏レバー美味しい。美味しいレバー、レバー美味しいね。食べるこれ。これレバーめちゃくちゃうまい。ねえ。美味しい。桃タレうま。ジャキーン。めっちゃうまそう。あの自家製のつくねでございます。鶏ハム。美味しい。ふわふわ。二つ。ふわふわ。鶏もも使ってるからね。いいのかもしれないね。いただきます。まずはこのまま。うまっ。めちゃくちゃ美味しいね。じゃあいきます。これ。いきます。潰します。じゃーん。うわー、これ。チョリンチョリンパリンパリン。美味しそう。美味しい。あのやっぱね、胸肉って安いんだけど、ひき肉でもつくね、やっぱももね、ケチるとももの方がいいね。こんだけ何にもしてないんだもん、だって、特にふわふわにするものを。美味しい。なのにこんだけ美味しい。甘辛いタレと卵がめちゃくちゃ合う。ほんと美味しい。つくね美味しい。美味しいね、これね。大人4人もいるよ。何回目？ 1、2、3、4、やっと、みーちゃんとしゅーちゃん。じゃあもう一回レバーいきます。ちょっとね、焦げちゃった。レバーいきます。いただきます。なんかレバー好きになりそう、これ食べて。どんどん、レバーも美味しい。タレ。レバー、レバー食べんの？すごい。本当？下の方はさ、レバーさ、子供は。レバー。上の方は。うまっ。ママこれ食べたい。一番美味しいやつ。ねんねん。もういいの？もういらない？あとでラーメン食べる。あとはラーメン用のかか。どうする、このまま食べる？めちゃくちゃうまいね、この自家製ダレ。これだけ食べるんだって。これこの絵面見たら、はい、それではですね、今日は自宅で自分で串から刺して焼き鳥作ってみました。家でね、ちょっとね、刺したりね、あと焼く人ちょっと大変なんですけど、はじめに全部焼いちゃえば、こういう撮影なければね、めちゃくちゃ家でやるとね、本当にお得なんで、で美味しいんで、ぜひねチャレンジしてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。普通にお酒とかなんか足しちゃうと、普通の醤油だと少し薄くなった感じになっちゃうんで、なんか薄そうっていうになっちゃうんで、これをね200とりあえず入れていきます。で、ここに酒150、これで火をつけて沸かしていきたいと思います。で、あと僕の場合は砂糖だよ。通常はね、ザラメとかね、ああいうのね、焼き鳥屋さん水飴とか使うと思うんですけど、そういうの用意するの大変なんで、自宅にある材料だけで今日は作っていきます。ちょっとね、焼き鳥屋さんのタレって甘いんですよね、結構ね。そんなに入れるのっていうぐらい結構入れちゃいます、砂糖とかは。で、砂糖は小さじ1、2、